サードナルド・ジョージ・ブラッドマン、AC は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州、クータマンドラ出身のクリケット選手。クリケット史上最高の選手と評され、ペレや、モハメド・アリ等と共に20世紀を代表する、スポーツ選手の一人である。愛称は、ザドン最も偉大なバッツマンの一人であり、特に、テストクリケットでの通算打率99.94は、 歴代選手の中でも抜きんでており、最高のバッツマンの座を格好たるものにしている。また、彼が若い頃は、一人でクリケットスタンプとゴルフボールを使い、練習していたという話は、オーストラリアの伝承の一つに数えられており、目覚ましい活躍からわずか2年で、オーストラリアのテストクリケットチームに加入した。22歳の誕生日を前に、多くの高得点の記録を残し、 当時大強慌に襲われていたオーストラリアにおいて、スポーツ界のヒーローとなった。約20年間の選手生活において、常に安定して、高得点を残したことから、彼の前のオーストラリア代表キャプテンビル・ブラウンは、オーストラリアの打者3人分の価値があるとの言葉を残している。また、クリケットの戦術の一つ、ボディラインは、イングランドチームが彼のバッティングに対抗して編み出した。 先日である。1987年にはオーストラリア国内で初めて存命中の人物を記念する博物館としてニューサウスウェールズ州のボーラルにブラッドマン博物館が設立された。2008年8月27日には彼の生誕100周年を記念して王立オーストラリア造幣局が彼の肖像の5ドル記念金貨を発行した。また2009年に 国際クリケット評議会名誉伝道が設立されると、その初期メンバーに劣勢られた。2000年に100人の専門家による委員会によって、20世紀最高のクリケット選手に最多得票数で選出された。2013年には、クリケットのバイブルとして知られるウィズデンクリケッターズ、アルマナックによって、150年間の歴代、ワールドイレブンに選出された。ありがとうございます。